はい、どうもダルです。さて今回はですね、ウィルリーグモンスターコレオグラフィービデオカソト君ということで、早速いろいろ喋っていきましょうか。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでですね、早速いろいろ語っていきたいなと思うんですけれども、まずですね、リルリーグモンスターのコレオグラフィービデオ、皆様ご覧になられましたでしょうか。めちゃめちゃかっこよくて最高なコレオグラフィービデオになってますので、また新たなね、リルリーグの一面が見れる映像になってるんじゃないかなと僕的には思っております。なかなかね、あんな感じでクールにスタイリッシュに、でそしてちょっと凶暴チックに踊るようなリルリーグっていうのは見てこれなかったと思うんで、見ることができなかったと思うんで、そういうところを、そういう一面をね、見れるっていうのは、このモンスターのコレオグラフィービデオのね、すごいね、いい一面かなと思って、めちゃめちゃ僕的にはナイスで好きでした。本当に最高でした。楽曲もね、かなり好きですし、ちょっとね、懐かしさもあるような感じ。それこそまあちょっとね、いろいろ話していくんですけど、今回のモンスターという楽曲、すごいね、なんか俺のイメージ的にちょっと、まあいわばジャニーズの嵐みたいな、ちょっと一世代古い楽曲のテイストを感じるんですよね。しかも、まあ、ザ・ J-POP みたいな感じの楽曲かなと思ってて、だからちょっとジャニーズ味を感じるというか、そんなところもあるかなと思って、だからね、結構女性ファンはこういう楽曲好きになるんじゃないかなって正直思ってます。クールでね、スタイリッシュでかっこいいんでね、モンスターいいんじゃないかなと思ってて、でなおかつ今回さ、モンスターってドラマの主題歌になってるでしょ。で俺ね、ちょっといろいろもったいないなと思ってたのは、まず今回のこのコレオグラフィービデオがあのフルバージョンじゃないこと。1サビ終わりとあとラスサビのところをちょうど繋いでる感じで、本当に2番が丸々ないというか、そこがね、ぐるっとくり抜かれてるんだよね。だから なんでなんだろうと思って、だってさ、今回は両 A 面シングルということで、ハイヤーとモンスターが両方プッシュされなきゃいけないわけなんですよ。両 A 面なんでね、表題になってるわけで。でもモンスターはまあドラマの主題歌になってるとはいえど、コレオグラフィービデオで MV は今のところないわけなんだよね。だからそこが俺ずっと謎でもったいないなと思ってるわけなんです。しかもね、しかも今回 ドラマの主題歌になってるのはハイヤーではなくてモンスターの方なんですよ。でドラマの主題歌というか、まあオープニングですよね。オープニング聞いてね、あのこの曲なんだろうって思う人いるじゃないですか。絶対俺だったら思うわけですよ。この曲いいなって思ったら調べるわけなんですよ、 YouTube とかで。でも MV は出てこないわけなんですよ。まあ出てきて、まああのコレオグラフィービデオでもフルで聞けないと言ったところになるじゃないですか。プロモーション的に考えると、ここで MV がないのっていうのはすごいね、もったいないなって思うわけなんです。しかもコレオグラフィービデオ見て余計に思ったね、これでね MV がないっていうのがすごいもったいないなっていう風に思って、ドラマの主題歌というかオープニングになってるから、ある程度予算は降りるはずなんですよね、絶対ね。だからMV ちょっと後ででもいいから作るべきなんじゃないかなって俺正直思ってます。なんかね、コレオグラフィービデオで終わらせるにはもったいないというか、なんか俺正直これからこのね、俺コレオグラフィービデオを見て思ったのは、すごくね、今後のリルリーグの活躍の幅の広さをね、すごい感じた。なんかこの感じのダンスというか表現ができるのであれば、俺絶対ね、国民的なグループになると思うんだよね。10年後とか、まあ5年後とか、すごいね、なんか飛躍しそうな匂いがしたんですよね。すごい今回のね、コレオグラフィービデオ、映像のね、質といい、あの画質といい、ライティングといい、撮り方といい、すごいね、いろんな要素うまいなと思ったんですよ。超だから、コレオグラフィービデオ超良かったのよ。で、このテイストで MV を撮れば、俺絶対ね、跳ねたと思うんですよね、今回のモンスター。すごいね、いいなと思ってて。だからいいなって、俺めっちゃいいなって思ってるんだよ。思ってるがゆえに俺すっげえもったいねえなって思ってんの、今回のモンスターに関して。なんでなんだろうって、こんだけ新しい一面、リルリーグの新しい一面を世に見せられるのに、なぜ MV を両 A 面シングルなのに撮ってないんだよっていう、なんで作らなかったんだよっていうね、そこはね、すっごいもうメンバーのね、ビジュアルも良いし、表情だったりとか表現とかもすっごい今回のコレオグラフィービデオ良くて、俺めっちゃうわーって、やるじゃんリルリーグって、来たーって、これ俺ちょっと待っててよ、この感じ待ってて、この大人でクールなっていうね、ちょっと今まではさ、子供チックな、ちょっと元気なハツラツなキャピキャピとしたリルリーグだったじゃん、明るかったじゃん。でも今回からすごい
なんかダークでかっこよくてクールでスタイリッシュで大人でみたいな感じのリルリーグだったじゃん。すごいね、相反するものがあると思うんですよ。だからすごいギャップなんだよね。あ、こんな元気な、なんかこういわゆる10代みたいな表情ができるんだリルリーグから、すっげー大人じゃんみたいな、うわなんだこの表情っていうリルリーグ今回ね、あのモンスターで見れるわけで、この MV がないのすっごい俺もったいないと思うよね。本当に強く言いたい、これは。いやー、もったいないね、ちょっとね、これはね、俺はすげえもったいねえなと思う。どう、みんな思わない？俺めっちゃ思うんだけど、今回のモンスターなんで MV ねえんだよってより思うもんね、このコレオグラフィービデオ見て。ないのなんでだよって思うもんね。いやー、曲もいいね、コレオグラフィービデオもいいね、メンバーのビジュアルもいい、いや MV おいってなるもんね、ちょっとね。いやーよかった。それぐらいね、ちょっとコレオグラフィービデオが良すぎて、あの振りもね、やっぱね、このダンスもすっごいかっこいいのよね。なのにね、だからいろんな要素を含めて、であとね、あと衣装も今回すごい良かった。黒と白で、でちょっとね、あのメンバーそれぞれね、いろんなパターンの衣装を着てて、いやだから本当にね、ね、フルでやってないのと MV がないのっていうのがすごいもったいない、もったいない、マジで。これは俺は口を大にして言うよ、声を大にして言うからね、口を大にして声を大にして言いたいね、本当に。もうね、もったいないなって思いましたね。まあだからそれこそ、まあ、ライブであのフルパフォーマンスはね、多分ねきっと見れると思うんで、それをねちょっとね楽しみにしたいなと思います。これをねライブで見れる、聞けるっていうのがね、ちょっとね興奮しますよね、本当にね。はい、というわけでね、まあ、今回はですね、リルリーグモンスターコレオグラフィービデオのですね感想をですね喋っていきました。マジでもうちょっとね、いろいろもったいないなと思ったんで、それも踏まえてね喋らせていただきました。で、次回のリルリーグ関連の動画でちょっとリルリーグにとあるお願いをしたいなと思いますので、そちらもねぜひともお楽しみにください。はい、というわけでですね、以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画で、バイバイ。やっぱもったいないよね。